はい、佐久間優吾です。優吾 .tv 早速始めていきたいと思います。今日のお題は20代は理想と現実のギャップに驚く時期、こちらのお題に沿って読み上げていきたいと思います。社会人になってまず驚くのが理想と現実のギャップです。20代で一度は経験する衝撃です。20代は社会人になり仕事を本格的に始める時期です。希望を持って就職するのですが、仕事を始めてから思っていた現実と違うというギャップに驚きます。就職前は明るい希望を持っていました。やりたい仕事をして輝く自分、優秀な先輩に囲まれ愛されている自分、あらゆることを吸収してぐいぐい業績を伸ばしていく日々、理想を抱いて社会に出ます。しかし現実は違います。やりたい仕事をやらせてもらえない、褒められるどころか叱られてばかり、うまくいくどころかうまくいかないことばかり、社会は泥臭いことばかりです。思ってもないことが起こります。しかも矛盾していることばかりです。早く仕事しろと言われながら完璧をこなせと言われます。上司が変わるだけで仕事の評価が変わることもよくあります。学生時代に大きな理想を挙げた人ほど社会に出てから現実に驚きます。その会社だけおかしいものでもありません。その業界だけおかしいものでもありません。それが社会なのです。投げやりになりそうですが、そうではありません。ここが本当の始まりです。これが現実なのか、ようやく目が覚めた、これから本当の人生が始まると意気込むことです。20代は本当の現実を知り目覚める時です。今日の格言、理想と現実のギャップに驚く、ということで本日もご覧いただきありがとうございました。ぜひ読者登録の方よろしくお願いします。バイバイ。